いぶきさん、龍炎くん黒幕探しに奔走しているようですね。ちゃんとお手伝いされていますか？興味ない。あらら、それよりあんたってなんでいつもぼーっとしてるわけ？え、ぼーっとしてますか？私、少なくとも私にはそう見えるけど、何考えてるかわからないし。いぶきさんは何を考えているか丸わかりですもんね。あ、私はポーカーフェイスだし。いえいえ、皆さん丸わかりだと思いますよ。マジで？はい、脳みそまで筋肉になった女って噂されてます。それ誰が言ったの？しばき倒してやる。石崎くんとか。石崎！あと私とかもですね。次回、人々は常にその破滅を願っている。偽りの線に欺かれるがゆえに。来週もまた見てくださいね。